皆さんこんにちは。株式会社ポケモンの石原です。本日はポケットモンスターソードシールドについての情報を紹介していきます。まずはエクスパンションパスに関する情報です。こちらをご覧ください。いかがでしたでしょうか。ガラル地方での新たな冒険が可能になる冠の雪原について振り返ってみましょう。第2弾冠の雪原では、雪が降り積もり白銀の景色が広がる冠雪原を舞台に、新たな出会い新たな冒険を楽しむことができます。主人公はこの冠雪原でピオニーから探検隊の隊長に任命され、吹雪舞う雪原や、これまでマックスレイドバトルでしか立ち入ることができなかったポケモンの巣の中など、さまざまな場所の調査に赴きます。またこの冠雪原には伝説のポケモンたちが数多く生息をしています。冠の雪原での冒険を経ることで、これまでのポケットモンスターシリーズに登場した全ての伝説のポケモンたちをゲットすることができるようです。中でもダイマックスポケモンが生息していると言われる巣穴を調査するダイマックスアドベンチャーでは、多くの伝説のポケモンたちに出会えるようです。あなたはその巣穴を4人のトレーナーたちと協力して調査していきます。道中で野生のダイマックスポケモンと戦いながら調査を進めていきましょう。さらに冠の雪原での冒険を進めていくと、ガラル地方で出会ったポケモントレーナーたちとドリームタッグを組んで熱い戦いを繰り広げるガラルスタートーナメントに挑戦できるようになります。タッグを組む相手はポケットモンスターソードシールドと、ポケットモンスターソードシールドエキスパンションパスに登場したトレーナーたちの中から自身で選択することが可能です。パートナーや対戦相手によっては、ポケットモンスターソードシールドでは見ることのできなかった新たな一面を垣間見ることができるかもしれません。冠の雪原での冒険をぜひお楽しみください。エキスパンションパス第2弾冠の雪原は10月23日に配信開始いたします。
さらに今回、ソードシールドとエクスパンションパスがセットになったパッケージを11月6日に発売いたします。ガラル地方をまだ訪れたことがない皆さんも、この機会にぜひ冒険してみてください。そして今回の冠の雪原の配信を記念して、特別なピカチュウたちが皆さんの元にやってくるようです。特別なピカチュウたちを仲間にする合言葉は、今後さまざまな場所で公開していきます。ただいまよりその1匹目をこの合言葉でプレゼントします。特別なピカチュウたちとの冒険を楽しんでください。続いてはポケモンホームに関するお知らせです。ついにポケモン GO とポケモンホームが連携します。この連携により、ポケモン GO で捕まえたポケモンたちがポケモンホームを通じてポケットモンスター、ソード、シールドの世界を冒険できるようになります。さらに今回、ポケモン GO からポケモンホームへポケモンを送り出すと、ポケモン GO ではマップ上に幻のポケモン、メルタンが登場する不思議な箱が開けられるようになります。またポケモンホームには幻のポケモンメルメタルがプレゼントされます。今回プレゼントされるメルメタルは、これまで手に入れることができなかった巨大マックスすることができる特別なメルメタルです。ぜひ特別なメルメタルとガラル地方を冒険し、強力な巨大マックス技を使いこなしてみてください。ポケモン GO とポケモンホームの連携は2020年内の開始を予定しています。今しばらくお待ちください。本日ご紹介するゲームの新情報は以上になります。そして最後にもう一つ発表があります。エキスパンションパス第2弾冠の雪原の配信を記念して、ポケモンとバンプオブチキンによるスペシャルミュージックビデオを制作いたしました。こちらをご紹介して終わりにします。それではご覧ください。透明よりも綺麗なあの輝きを確かめに行こう。始まったんだよ、たまに忘れるほど強い理由。冷たい雨に濡れる時は足元まで騒ぎながら行こう。太陽の代わりに歌おう、君と僕と世界の声で。いつか君を見つけた時に、君に僕も見つけてもらったんだな。今目が合えば笑うだけさ、この外側でゴールはきっとまだだけど、今日は死ぬまで痛い場所にいる隣で、君のそばで魂がここだよって叫ぶ。泣いたり笑ったりする時、君の命が揺れる時、誰より遠い席で僕も同じように僕。